アニプレックス、ドリコム、ピン、キララファンタジア。気にするな、このような時は。はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア始めていきたいと思います。休日は休みましょう。よさこいは体力を使いますからね。ありがとうです、とても助かりました。さあ、どれぐらいもらえるかな、プレゼント。おコインが一気に増える。300万もコインもらえるんだ。では召喚はまだ無理なんで、トレーニングしましょう。いらっしゃい。お夕飯？トレーニングするの？もう子供じゃないから大丈夫です。これなんだけど。ありがとう、助かっちゃった。さあ、クエスト行きましょう。サッカークエストですね、前回の続き。このチャレンジクエストっていうのもありますね。あ、8月を直強的のチャレンジクエストか。ちょっとこう自分には荷が重い。まあメモリアルクエストとかありますけどね。サッカークエスト続きです。皆様のことをしっかり目に焼き付けておかないと。はい、金色ダークネスですね。こちらをやっていきたいと思います。元気が出ないときは声を出すといいですよ。えい、えい、あー。前回10節までやったのは11節行いたいと思います。結構複雑ですね、今回は。とりあえずこれでいいかな。あくまで、木属性に絞りたいと思います。近づいたらぶつよ。オッケー、まず1体倒した。痛いよ。じゃあ、えい。痛いです。はい。もうレベル12なんですね。すごいな。強い。一気に倒します。こうとか観念してください。おお、倒しちゃった。バトルがない回ですね。おーっと、あ、消えた。おー、かわいい。金髪同盟、魔物も思わずグワー。なるほど。女神ソアさんもエトワイヤ全体に力を与えているのかも。確かにそのとすごいです。金髪っていいな。黄色モザイク、幸せ
私の家でティーパーティーをしませんか？さあ、ティーパーティーということですね。赤と、コピーできないかな。赤と、炎の構成でいきましょう。87か。これでいいかな。九条カレンでいきます。よーいスタート。へい。馬積んでよ、体験。素敵です。イエース。ん、はい。ちょえ、ナンプラブレルデ。どうですか？はい、大丈夫です。頑張ります。ちょあ、去っちゃった。もう。よくわからん。なんでお茶会がクリケットになってんのか。一丁やりますか。これ使うべきじゃなかった。なんだろう、もうちょっと。さあ、これでボス戦。いつでも準備いいよ。やめろ。1体だけですね。チャンス。やるしかないな。勝ちますね。どんどん行こうぜ。ガンガン行こうぜっていう感じです。さあ、またバトルがないんでスタミナ消費はないです。ありがとうございます。黄色大使か。そうね。そうね。あ、そう。終わりか。今私が好きなのはアリスですよ。
ダークアリス。え？缶コーヒーで十分。缶コーヒーはちょっとねえ。元気が出ないときは声を。四天王の活躍。ストーリーをどんどん進めていきます。倒れた。マジ？何が起きているの？まさか。ん？もしかして。しゅん。なるほど。気持ちがたくさん焼いてます。私の家でティーパーティーをしませんか？さあこれで300超えたんで召喚やりましょう。今夜はお月様が綺麗ですね。アリス編はすでに引きました。そしてどうしようね。召喚編もあるんですが、ここは期間前提特別セレクション召喚というのをやりましょう。これ何をやるかっていうと、出現一覧、あと、九条カレン、バレンタイン版アヤ、運動会版陽子、お正月版イサム、この4つですね。月の星号は足りないんで、これはぜひ欲しい。カレンやアヤが欲しいです。やってみましょう。10連ガチャです。星4以上もなかなか出てこないですね。一切ない。おっと伸びない。どうしちゃったんだ。お、ようやく星4が出てきたぞ。あ、桜トニックの野田琴音か。野田琴音、魔法使いバージョンだよ。似合ってるかな。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。覚醒はしたけどねっていう感じですね。両方とも。今夜はお月様が綺麗ですね。ちょっぴり大人になっちゃったな。すごい。本当は星4の方が良かったかも。夢や星化粧って何でしょうね。
ぎ海岸ってやつだな。七段飾り並みにレベルアップ。続きやりましょう。皆様、元気が出ないときは、これは逆ですかね。月と水の、なんだ、土ですね。星5だけに絞ってみよう。こうなっちゃいますね。まあそれでもまだ、なるほど、ここでオーバーしちゃうんですよね。なんで一体は星音じゃないといけない。これでいきましょう。てか、っていう感じですね。お仕置き。さあどうだろう。ボス戦かな。まだですね。みたいになった。回復する。久しぶりですね、マットを使えてた。マットは冷え切った地面を使う武器。メンチカツや。なぜメンチカツなのかわからないけど。いろんな薬を混ぜてみたよ。とりあえず1体倒してみた。クリティカルを逃れましたね。近づいたらぶつよ。チャンス。負ける気がしねえな。マットの使い方を見せたるで。マットは見切った地面を使う武器。倒したな。メンチカツや。
れ様。はよう、ゆっくりしようか。皆さんのために私ができることを。ね、うわ、そうね、そっか。私の家でティーパーティーを。さ、これはもう炎属性しかないですが、そんなに強い人を補給しないといけないです。でもいないんですね、結局。出発しましょう。受けて立ちます。5000だ。やられる前にやっちゃえ。ミスか。てや。耐性がアップ。覚悟はできてますか。これで勝てる。勝てちゃう。こういう方法だってある。守ります。守ってみせます。やー、近づいたらぶちよ。いろんな薬を混ぜてみたよ。こんなことだってできますよ。一気に終わらせますよ。いただきます。タンク、タンクですね。それ一体倒された。一気に今は耐えるのよ。反対なんで気合を入れて、いざ。これをこうして安定。ミスター、この時じゃ全然防げない。やるんですけどね。フォーメーションはバッチリです。これをこうして合わせて効果。えい、全力でいきますよ。私とよさこいしませんか。3、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 
一回リセットしたものの、なんとか勝利ですね。
リスに着せる新作の服を作らなきゃ。皆さんのためにまだ先がありますね。ピクって可愛いですね。もう萌えつおってそうはドレス。この顔がいいですね。テンポが早いですね、今回。皆さんのために、私。そうですね。おお。ありがとう。さあこれで準備できたよ。まだですね。まだいけます。違いますよ。もうナンバーワンよりオンリーワンどっかで聞いたことがある。お任せください。わわわわわわ、まだ行きます。スコーンか。ホーリーピーク。そして金髪へ、そして伝説へみたいな感じですね。金髪限定召喚を処方。これで終わりかな。今お茶会セットでセットが出ましたからね。でも収集クエストがまだ残ってます。超強敵 GQ ってなんだ。私の家でティーパーティーをしませんか。すみません、おね、ありがとうです。とても助かりました。オイタリウム、 お茶会セットはまあわかる。そういえばあのアゼニアで思い出しましたが、兄様に放課後ティータイム全員登場しましたね。すごいな。いや、集まることはないと思われていた5人が集まったっていうのは本当すごいですよね。兄様いたしたら幸せになったんじゃないかなと思います。これなんだけど。ありがとう、助かっちゃった。トレブ屋さん行ってみよう。夜こそ取引の時間。ユーガアドベンチャーとパイレーツエトアリアがもう今のおすすめ。
水をクレアはもらいますが、もらってもね。今のおすすめ。通常効果はどうだろう。夏の相棒って何だったっけ。謎めくシールは星4か。ハラペコは結構使いますからね。うまく当てることができたらちょっと、いいんじゃないかなと思います。交渉成立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 。特殊効果もたくさんあるんですが、星音ですからね。やっぱりここから一旦星5を取るしかないですから。また来い。はい、というわけで、これでキララファンタジアの、寝てますね、寝る子は育つというわけで、キララファンタジア作家クエストですね、黄色モザイクの作家クエスト、プレイいたしました。ぜひ、チャンネル登録ご協力よろしくお願いいたします。あと72弱というとこで、1000人行きますので、収益化のチャンスも出てまいります。ぜひ皆さんご協力よろしくお願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。